はい、実況させてもらってますシロックマンです。よろしくお願いします。今日は画廊伝説をですね、宿命の戦い、こちら一作目ですけど、画廊伝説のね、こちらやっていきたいと思います。これね、あれですよね、ネオジオのね、画廊伝説の移植になりますね、アーケードのね。はい、こちらね、やっていきます。はい、これはあれですよね、ほんと割と移植度高かったと思いますけどね、これスーパーファミコンにしてはね。懐かしいな。でもちょっとレベル1個下げるか、結構難しかったイメージがあるから。で、これチャンピオンバトルですね。これがまあストーリーモードみたいな感じでね、このゲームはね、3人なんですよ。3人しか選べないんですよね、はい、主人公ね。僕はこのゲームはね、テリーの方が得意なんで、で、これ敵が選べるんですよね。すごいな、どうしようかな。久しぶりにこの、この、こいつで行こうか。ね。これ、マイケル・マックスね。音楽は好きなんですよ、この面のね。懐かしいなぁ。ワンは懐かしい。僕懐かしい。そう、バーンナックルですね。おう。おう。強いな。強い。強い。あれら。うわ、強っ。めっちゃ強い。そうか、こいつしか強かったよな。そういえばそうやった。強かったわ。あら。おぉ。これで、ね、クラックシュートがね、ライジングタックルがもうほとんど出にくいので、ワンはね。もう出ないと思った方がいいぐらい。出ないと思った方がいいぐらい出にくいんですよ。だから、バーンナックルとパワーウェーブの二つだけと思った方がいいですね、このゲームはね。あかん。でもマイケル・メックスはやめた方がいい。勝てない。他のやつにしよう。敵をね。敵他のやつにした方がいい。あ、でもこっからなるんや。コンテニュー、あ、そうか、コンテニューやからか。そうか。もうこれ確か蹴りが効くんやったよな、こいつね。バーンナックルとかするより、これで戦った方が勝てるんだったと思う。この方がね、この方が勝てるんですよ。うん。面白みはないですけど、勝つ方をね、勝つ方を選びますよ。こいつ蹴りに弱いんですよね。ジャンプできないですから、こいつ、マイケル・マックスは。やばい、やばい、あ、やられた。ジャンプできないんですよ、このマイケル・マックスはね。はい。こいつさえ倒せば後は楽勝なんですよね。こいつが一番強いんですよ、4人の中でね。うん。一番強かったですよ。敵の中ではね。4人の中ではね。最初の選べる4人の中では一番強い。あかん、強え。あかん、やばい、やばい。あ、危な。すげえ懐かしいな。この曲がすげえ好きなんですよね。神曲ですよ。あかん。こいつなかなか強いな。あ、なんでそのキックやねん、これ。ジャンプキックやろ、俺。なんで今垂直キックしたんや、俺。やばい、やばい。あ、くそ、やばい、やばいぞ、俺。あ、くそ、すげえなー。
じゃあ、そのキックちゃうつうに、おい。ジャンボキックせえつうに、おい。くそ、強えわ。あかん、これ、ちょっとこいつ最初に選ばん方がええわ。チャンピオンバトルね。まあ最初もこいつでいいや。このね、ガロー伝説1はですね、あのストリートファイター1を作ったね方とね、同じ方なんです。作った方がね、はい、西川さんって、西川隆って方が作ったんですけど、同じ方が作ったんですよね。ガロー伝説1と、ストリートファイター1はね、同じ人が作ってるんですよね。はい。制作者がね。はい。制作者というか、まあ、西川隆っていう人が同じ人がね、作ってるんですけど、同じ人が作ってるんですよ。実はね。はい。カプコンにいたね、ストリートファイター1を作った方が、西川さんという方が、西山さんか。西山さんですね。西山隆っていう人ですけど、SNK に入ったんですよ。カプコン辞めてね。んで、ガロー伝説を作られたんですよね。はい。すごいですよね。ほんと、すごい方ですよね。だから当時はね、ガロー伝説のストリートファイター2のパクリって言われてたんですけど、パクリじゃなかったんですよね。実はね。同じ方が作ってたっていうね。で、この西山さんって方は、アイデモで、スパルタン X を作られたんですよね。ほんで、アイレム辞めて、カプコンに行かれて、ストリートファイターを作ったんですよ。ほんで、またカプコン辞められて、SNK に入って、ガロー伝説を作った後でね、格闘ゲームの神様っていうね、そんな感じですね。はい。なんか弱いな。ダックキングですね、これね。ダックキング良かったな。これギースですね。ギースハワード。あ、これはリチャード・マイヤーですね。そう、こいつカポエラ使うんですよね。足技のね。癖があるな、こいつ。足癖悪いな、ほんと。足癖悪いやっちゃう、ほんとに。うわ、出ないよ。あかん、やられてるやん。まあこんな感じですね、とりあえずね。まあこんなゲームです。はい、ガロー伝説ね。はい、これで終わらせていただきます。はい、実況させていただいております、シロックマンです。よろしくお願いします。今日はですね、こちらね、ガロー伝説宿命の戦いですね、スーパーファミコン版ね、こちらやっていきたいと思います。うわ、懐かしいなぁ。ワンは宝ですよね。はい、じゃあね、これオプションモードでね、これ、ね、結構意外と難易度高いんでね、1にさせてもらって、はい、これ無限にして、はい、で、チャンピオンバトル。これ、ストリートファイトがね、これ、コンピューターじゃうわ。あれですよね、これ確か対戦モードですよね。コンピューターの対戦できたっけ、これ。
できなかったと思うんですよ、これは。ワンコンとツーコンのあれだと思うんですよ、ね。A ランでもね、これ、コンピューター戦じゃなくてツーコンになると思うんですよ。やっぱそうですね。しかもこれね、一応ね、一応説明しますけど、このゲームね、ひどいんですけど、ツーコンだけですね、敵も使えるんですよ。こうやってやると。こうやってね、ツーコンだけ敵使えるんですよね。ワンコンはこのね、主人公3人しか使えないんですよ。ギースまで使えるんですよね、ツーコンだけがね。ツーコンだけ敵全部使える。敵というかね、キャラクター全部使えるんですよ。ワンコンだけね、3人しか使えないというね。ちょっとひどいゲームなんですよね、これね。ちょっとそれだけ説明させてもらって、リセット一回しますね。そうなんですよね。ツーコンの方が得なんですよ、このゲームはね。対戦モードやるときは。あ、そうか。ツーコンになってるから、スタートできなかったのか。はい。オプションモードはそのままなってるかな。あ、なってないな。これオプションモードまでリセットされねえな。はい。じゃあやりますね。テリーでいきます。これマイケル・マックスがね一番強いんですよね。こいつが強いんですよ、めっちゃ。ジャンプできないくせにめっちゃ強いんですよね。めっちゃ強いんですよ。だからね、これね、確か近づいて蹴りまくるんですよ。その方が倒しやすいんですよね。うわ、やばい、やられた。もうこいつさえ倒せたら、あとはなんとかなるんですよ。一番強いんですよ、このゲームね、こいつがね、結局。だって、レベル1でこの強さですからね。うわ、強いわ。うわ、ちょっと待て。うわ、強い。あかん。やられる。うわ、やられた。音楽いいですね。もう一度相手をしてやろうか。かわいそうだからもう一度相手をしてやろうかって。あれ本当にできないやん。なんで？あ、できたできた。キングオブファイターズなんですよね。これもね。KOF なんですよ。そうそう、こうやってやるんですよね。これがハメなんですよね。これさえうまくいけばね、倒せるんですけど、このハメがハマるまではちょっと難しいんですよね。このハメ技ね、蹴りのね、こういうパターン入るまではちょっと難しいんですよね。必殺技とか使って戦う方が難しいんですよ、こいつの場合はね。で、これね、レベルがね、コンピューターレベル上げると、このパターンも通用しなくなるんでね、だから余計難しいんですよね。そう、一回蹴るとね、こいつ、垂直蹴りするとね、あ、やばい。ちょっと今回、やばいパターン。こうやって近づいてくるんですよね。このパターンをうまく利用するんですね。倒せました。こいつさえ倒せればね、あとはなんとかなりますよ。
の必殺技でジュースなんか楽勝だぜ。それはないな。あいつなかなか強そうだな。あ、ダックキングですね。こいつはまあね、普通に戦えば倒せると思うんですよね。あ、やばい。スーパーファミコン版はライン移動ができなくなってますもんね。ダックキングってね、この初期のね、ラロ伝説シリーズの時では一応ね、テリーとダックキングってライバル同士っていう設定ありましたよね、確かね。一応ライバルなんですよね、こいつはね。まあ、簡単に倒しましたね。俺に勝てるとでも思ったのかい、国へ帰って出直してこい。あの小僧、調子が良さそうだな。しかし、次の試合で終わりだぞ。あ、ボーナスステージですね。めっちゃシンプルなボーナスステージですからね、これね。スーパーファミコンオリジナルのね、ボーナスステージで。これだけですからね。これアーケード版のね、ネオジオ版にはないボーナスステージなんですよね。ああ、しまった。これはどうだ？タイムアップ。ああ、やっぱダメか。パーフェクトではなかった。2回に逃したもんな。うん、タンフールですね。テリーとアンディの師匠ですね。亀仙人そっくりですからね、ドラゴンボールの。さあ、中国憲法、中国のね、服を着てるから、まあ、あれですけどね。顔は似てるんですよね、亀仙人に。あ、強えな。そうそう、こうなるとね、命中率は上がるんでね。あれ、出ないぞ、技。レベル1でこの強さですからね、敵が。当たらないんですよね、バーンナックルがね。背低すぎて。だからね、パワーウェーブしかないんですよ。ちなみにね、ライジングタックルとクラックシュート出にくいんでね、ほぼ出ないと思った方がいいんですよ、このゲームの場合は。うわ、強いわ。これ、こいつも、ジャンプキックでやった方がいいのかな？よし、当たった。でかいとき、これ、でかくなったときのがね、当たりやすくなるからね、倒しやすいんですよね、こっちの。バンナクル当たるからね、でかいとき。で、また小さくなるからね、ほんで。やばいやばい。あ、やられた。強えなぁ。
ちょっと一旦ここでセーブしますね。それはなぜかというと、もし負けた時にね、またやらなしにならないためにね。あ、いけそういけそう。勝てそうだね。あかん。パワーベーブのね、ポーズ長すぎんねん。やばい。倒せた。やっと倒しました。俺に勝てると思ったのかい、国へ帰って出直してこいって師匠に言うことじゃないやろ、それは。おい、奴に関する資料を集めろ。急に焦り始めてるな、ギースな。パワパワカフェ。こいつあんまり強くないですね、リチャード・マイヤーね。カポエラの達人ですよね、これね。足技がね、かなり強いというね。ボン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 。足技がね、相当強いやつですね。こいつは弱いですよ。全然勝てますよ。雑魚ですから、こいつは。もう上がった。マイケル・マックスとタンフールが異常に強いんですよね。ガロー伝説3に出てくるね。3とかリアルバウトガロー伝説シリーズに出てくるね。ボブ・ウィルソンっていうね、キャラクターのね、カプエラ使いのね、これ師匠になりますね。リチャード・マイヤーをね。はい、クリアしました。顔の割には大したことないやつだったぜ。確かにね。それは言えてる。テリー・ボガードだぞ。ボガードに息子がいたのか。ジェフ・ボガードっていうね、父親ね。ジェフ・ボガードをね、ギースはね、殺したんですけど、その仇討ちなんですよね、テリーにとってはね。またボーナスステージですけど、同じボーナスステージなんでね。これね、ニャオチョ版だとね、腕相撲なんですよね。そっちの方が好きなんですけどね。ちょっとシンプルすぎてね、つまらないんですよ。まあ、右と左の反射神経を競うものですね、これね。あ、これ多分大丈夫ですね。パーフェクトですね。あ、違うか。今の、ああ、やっぱそうだね。一個ぐらいを逃しても大丈夫だったと思うんですよ、これね。はい。フォアジャイですね。こっから四天王になりますね。これまあ、無敵体ですよね。こいつもそんな強くなかったと思いますよ。こいつまあ、シュランで強くなるっていうね、タイプ。はい、中堅のね。中堅と無敵体の使い手で。でも弱いですよ。全然弱い。一応、ギースの部下のね、一番手というかね。懐かしいな、でも。ヒットポイントがね、もう半分以上になると、酒飲み出してね。はい、終わった。はい、倒しました。これね、メガドライブ版はね、フォアジャイ出てこないんですよね。
メガドライブ版だけね、いないんですよ、ホワジャイがね。カットされてるんですよね。だからコンシューマーでは、このスーパーファミコン版だけですね、ホワジャイが出てくるのね。もう次は誰と戦うのだ。は、ライデンです。絶対に負けは許さんぞ。ライデン結構強かった気がするな。はい、結構強かった印象ありますね。でも音楽もかっこいいですね。これガロー2に出てくるね、何やったっけな、ビッグベアと同一人物なんですね、ライデンはね。ただ仮面かぶってるだけなんですよ。出た神客、こいつ強いからな。うお、そうそう、毒斬りやってくるから、こいつは強いんですよ、ほんまに。これ、パワーウェーブ連発で良かった気がするんですよね。そうそうそう。パワーウェーブ連発が一番良かった気がするんですよね。そうそう、こうやってやればなんとかなるんですよ。バーンナックルとか使う方が危険なんですよね。毒斬りやってくるから。よし、倒した。この曲が好きなんですよね。これガロー2のビッグベアのステージもこの曲は流れますけど。まあ、ガロー伝説のね、曲で一番好きですね。連発してたら勝てると思うんですよ、これね、うまくいけば。削り倒せるというかね。パワーウェーブの言い方がなんか変ですね。はい、倒しました。パーフェクトですね。まともに戦ったら強いですからね。うん、こういう戦い方しないとね。はい。これで二人目倒しましたね。四天王ね。やったぜ、そこで一生寝てな。次は、許さん、私のお遊びの邪魔をしよって。10年前のお前の父親と同じよう地獄へ叩き落としてやるぞ。次はね、ビリーカーンですね。またボーナスステージや。ビリーカーンはそんな強くなかったと思いますね。またこれですね。ちょっと今危なかったな。もう膝蹴りだけでいけますからね、これね。あ、大丈夫かな。うん、いけそうですね。メーカーあると。もう同じボーナスステージですからね。はい。ビリーカーンですね。こいつは結構ね、情けなかった時のビリーカーンですよね。棒がなくなったら何もできないんですよ、こいつね。出た。格好もなんか変やしな。こいつはもうライデンより全然弱いですからね。はい、パーフェクト。まあ一応レベル1でやってるとはいえね、マイケル・マックスとかね、タンフールと比べたら全然弱いですね。うん、まあダックキングの方が強いかもしれないな。音楽も妙に明るいしな。さあ、棒使ってこい。ほら、こうなるんですよ。棒なくなるとね。情けないんですよ。はい。その代わり無敵なんですけどね。あれしてる場合は。時は、間をね。
ってきたんですよね。でも、まあ、こういう感じでね、余裕で倒せると。まあ、ああいう感じでね、相手に油断させて戦ってるっていうのはあるかもしれないですね。俺の必殺でギースなんか楽勝だぜ。そんなことはないぞ。さあ、次はギースですね。やった、ついにやったぞ。俺は優勝したんだ。長かった戦いも、小僧ギース様をお呼びだ。一緒に来てもらうぞ。何、ギースだぞ。うっ。ギース。ギースは強いですからね。よくも私の遊びの邪魔をしてくれたな。こいつは強いですから。くっそー、探したぜ。親父の仇、今こそここで取ってやる。小生意気なやつめ。では、一対一の殺し合いで蹴りをつけよう。まあ、私が分けるわけじゃないがなか。これ、キングオブファイターズの、だから、あれなんですね。キングオブファイターズのね、優勝、ビリーカンを倒して優勝ってことは、ビリーカンが言うたら、あれだったんですね。チャンピオンだったんですね。一応ね。この、キングオブファイターズもね。そんな強くないのにな。よし、いい感じ。よし、倒しました。音楽もかっこいいですしね。ギースに醤油って言うんですよね。これタイトルもね。この曲のタイトルはね。剣やってきますからね。おお、そう、あの蹴りも強いんですよね。攻撃力が。あー、惜しい。よし、倒しました。もう結構意外と1回でクリアできました。これね、レベル1とはいえね、調子悪い時は何回やっても勝てない時あるんですけどね。今日はうまくいきましたね。よし、クリアですね。ギース、ハワード、高層ビル転落、3時間後病院で死亡、新たなの伝説の序章へ。一作目からしていきなりギース死にますからね。でも、画廊伝説スペシャルでギース復活してますからね、なぜか。実は死んでなかったってことかな。まあ、ネクストレベルですよね、当然ね。エンディングは見れないですけど、これじゃね。うん。まあ、今日はとりあえずね、キャラクターを全部ね、見せたいためのプレイなんでね、レベル1でね、やりましたけどね。まあ、普通のレベルでもね、なかなかちょっとね、クリアできないこともないんですけど、時間かかるんでね、普通のレベルでやるとね。はい、じゃあ今回これで終わらせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録お願いいたします。